はい、どうも、こんにちは。今日なんですけども、アシストフックの作り方のケプラーノット編ということでね、専用のニードル、こんなん売ってるんですけど、ケプラーノットを使ったアシストフックの作り方を解説いたします。まあ、その他の材料やね、道具なんか前の動画とほぼほぼ一緒なんで、過去動画を参照していただければと思います。ほぼほぼ一緒です。ですね、ケプラーノットのニードルはね、概要欄にリンク、私が使ってるのを貼っておきますんで、アシストラインのこの芯を抜いたらですね、この芯を抜いた穴に、このニードルをね、通していきます。これ結構、ラインが一番細いやつなんでね、なかなかあれなんですけど。そしたら、3分の1ぐらいのとこですかね、これだと。ここからね、先端をね、抜いていきます。繊維の間から。そしたらリングをこんな感じで通して、で、ニードルの先端をこうラインの反対側に、引っ掛けます。クイッとなってますんで、クイッとなってるところに引っ掛けて、で、これニードルをひねって、ひねりながらね、ゆっくり引っ張っていくんですよ。これが面白いんですけどね、ゆっくり引っ張っていくと、このニードル、爪がついてるんですけどね、爪がクイッと持ち上がってきて、ラインを掴むんですね。クイッと。で、まあ、ゆっくり引っ張っていくと、反対側のラインが、ラインの中に入っていって、まあ、ループの大きさ、好みの大きさ、合わせたところまで引っ張って、そしたらニードル外して、これでケプラーノットの完成となります。建築のワイヤーみたいにね、負荷が、荷重がかかったら、クッと締まっていくっていう、理屈の繊維が締まってね、そんな結束方法になります。これをね、フックに取り付けていきます。
はい、完成しました。こんな感じで。ここまでね、やるとね、フックだけでも食ってきそうですけどね。ジグサビキの、サビキみたいな感じですね。メタルジグで寄せて、サビキフックに食わせるっていう、まあそんな感じの使い方ですかね。アピールのね、フラッシャーやね、シートはね、いろんなのが売ってますんで、他のもいろいろ試してね、作っていきたいと思います。そんなわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。